ジャネット・ゲーナーとフレドリック・マーチメディアを再生するスター誕生本編字幕なしスター誕生は1937年のアメリカ合衆国のドラマ映画ウィリアム・エイ・ウェルマンが監督ジャネット・ゲーナーとフレドリック・マーチが主演したテクニカラー作品として制作されているジョージ・キューカー監督の1932年の映画栄光のハリウッドを下敷きとし ハリウッドの光と影を描いている。現在は、米国、日本ともにパブリックドメイン DVD が発売されている。1954年と1976年と2018年にリメイクされている。ハリウッドの栄光と悲劇を描く。映画スターに憧れ、ハリウッドへやってきたエスター・ブロ・ジェットは、大スターである、ノーマン・メインとの出会いをきっかけに、女優、ビッキー・レスターとして、 大スターとなり、ノーマンと結婚する。しかし、ノーマンは人気に、陰りが見え始め、酒に溺れるようになっていくと、ついにはエスターが、アカデミー賞を受賞した晴れの舞台に泥酔状態で、現れるという集態を見せたことで療養所に入る、ことになる。退院したノーマンは、俳優として、すでに過去の人となっていたにもかかわらず、それを受け入れられずに、再び自暴自棄な行為に及び、 警察に留置されてしまう。この時代にエスターは愛する夫を解放するために引退を決意する。それを知ったノーマンは愛する妻のために死を選ぶ。心身ともに疲れ果てたエスターは田舎に戻ろうとするが、そこに祖母が現れ、エスターを励ます。こうして復帰したエスターは、新作映画の試写会の場でマイクを通じて、全国のファンに向かって、私はノーマンメインの妻ですと挨拶する。 スター誕生、ジョージ・キューカー監督、ジュディ・ガーランド、ジェームズ・メイソン主演。ミュージカルとして再映画化した作品。スター誕生、フランク・ピアソン監督、バーブラ・ストライサンド、クリス・クリストファーソン主演。舞台が映画界から音楽界に変えられ、登場人物の名前も変更されている。アリー。スター誕生、ブラッドリー・クーパー監督、レディ・ガガ、ブラッドリー・クーパー主演。 ありがとうございます。